石になる呪文。それじゃあ数えるよ。よし、隠れるよ。こっち見ないでね。1、2、3。あ、早く隠れないと。ワンちゃんどこに隠れるの？私は森の奥の方に行くのだ。バナンコが。俺じゃあこの辺に隠れるよ。絶対バレますよ。私はこっちの方に隠れたらきっとバレないはずって。ん？何か本が落ちてるのだ。誰かの落とし物かな？誰のかわかるかもしれないし、ちょっと読んでみようと。ん？石になる呪文。ウトリフィカストタルス？石になっちゃったね。さて、二人はどこに一体隠れたのかなって。あれ？あの姿はバナオ君ってバレバレじゃねえか。バナバナナかくれんぼ無視して寝てんじゃねえか。あれ？おいら何してたんだっけ。かくれんぼしてたんだよ。あ、そういえばそうだったね。夕方になってきたし、そろそろかくれんぼも飽きちゃったね。確かに、それもそうだな。今、まーちゃんは？それがまだ見てないんだよ。バナオくんは100回も見つけたのに。違うよ！ 100 回なんて失礼な！ 102 回じゃん！どっちでもいいよ。でも、おいらはそんなに見つかったのに、まーちゃんが全然見つかってないってことは、お腹でも壊して家に帰ってるのかな？それもあるかもな。とりあえず一度家に帰ってみようよ。そうだね。ついでにお腹も減ったから、なんか食べたい気分だしね。まーちゃんが料理準備して待ってくれてるかもしれないな。それだったら嬉しすぎ。かくれんぼ好きっていう君は。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。うわ、ドアが開いてるね。やっぱりまーちゃん家に帰ってきてるんじゃない？だね、ただいま。ただいま。全然人がいるような気配がないね。だね、もしかしてまーちゃん、まだ帰ってないのかな？もしかして、トイレとかにいるのかな？ちょっと、見てみよう。まーちゃん？まーちゃん？返事がないな。もしかして、倒れてるのかな？ちょっと、開けてみるよ。あぬ？まーちゃん？いる？え？全然いないね。おかしいな。もうすぐ夜なのに帰ってない。家中どこにもいる雰囲気はないし、これは事件の匂いがするね。今すぐ警察に電話した方がいいかもしれない。そうだね。ちょっと警察に電話してみるよ。緊急速報みたいだね。こんな時に一体なんだよ。緊急速報です。大変なことが起きてます。現在、森の奥地にて、シャビの石が発見されました。こちらが発見者の方です。詳しくお聞かせください。あれを見たときは寒気がしたよ。道を歩いていると、急に助けてねって、わしに話しかけてきたんじゃ。それは大変ですね。どんな危険があるかわからないため、近づかないでください。シャビの石？なんだか不気味だね。それよりもさ、さっきの喋り方が気にならなかった？助けてめーって言ってたってね。なんだかまーちゃんみたいじゃない？確かにね。まーちゃん以外にそんなゴミの人見たことないもんね。ちょっと森に様子を見に行ってみようよ。そうだね。行ってみるよ。こんな時こそあれだよね。魔法の言葉、いきますか。ゴーゴーポッピーズ。しかし、近所の森でこんな不可解な事件が起きるなんて怖いよね。だね。夜の森は本当に不気味だなって。あれって緊急速報の人たちじゃない？最近のニュースってスマホで撮ってるのかな？下手なビデオカメラよりも画質がいいからな。確かに間違いないね。でもおいらたちもこのまま隠れんぼ続けてたら、あのニュースに出れたかもしれないね。それはチャンスを逃しちゃったかもしれないな。残念だよ。ところでその不気味な石っていうのはどこにあるんだろうな。わからないけど、やっぱり夜の森って雰囲気があって怖いね。とにかくもうちょっと奥まで行ってみようか。綺麗なお花があるよ。ほんとだ。なんて綺麗なポピーなんだ。やっぱり緑の中に映える赤っていうのは美しいよね。やめろ。ん？今なんか変な声聞こえなかった？確かに変な声が聞こえたな。え？こっちの方から聞こえたね。ここには石ブロックがあるだけなんだけども。よし、マナオ君、助けてほしいのだ。石を喋ったね。石じゃなくてパスだよ。二人とも、こんな暗い私とんで怖かったのだ。え？
これ本当にマーちゃんなの？怖かったって、喋る石の方が怖いじゃん。それは間違いないね。ていうか、なんでそんなことになってるの？ちょっとかっこいいじゃん。少しは心配してほしいんだ。ていうか、そうじゃなくて、その下に落ちてる本を読んだら、こんな姿になっちゃったんだよ。本を読んだだけで？またまたおかしなこと言っちゃって。ん？でもなんだか邪悪な雰囲気を感じるな。そんな危険な、触って大丈夫なの？この中に書いてある呪文を唱えなかったら大丈夫なのだ。なになに？石になる呪文か。でもそれ以外は書いてないみたい。謎は深まるばかりだね。ゆか、こんな夜の森にいたら危険だから、そろそろ帰る？そうだね、まーちゃん、また明日ね。うん、気をつけて帰ってね。連れて帰らんかい。そんなに重そうな格好してるのに、わがままだね。でもな、こんな暗い森で一人は寂しいだろうし、連れて帰ってあげようか。ついでに直してほしいのだ。そうだね、とりあえずまーちゃんを持って連れて帰るよ。よいしょ。重たいね。バナ君、お姫様を救う王子様みたいじゃん。こんなかバナナ界のプリンセスとして扱ってほしいよね。プリンスな、それなら私はずっと今回のプリンセスなのだ。どっちもなれないよ。でも石になった人を治す方法なんてあるのかな。家に帰ったら早速調べてみようよ。あるー。ほんと疲れたね。お疲れ様、バナ君。ありがとう、助かった。ほんと人騒がせない石だよね。プリンセスな。だってさ、それにはなれないんだよ。そんなことに、早くこのわがままな石を直すために調べてみようよ。だね。どれどれ、石になった人直す方法、検索結果ゼロ件。ダメだ、方法が見つからないよ。そりゃ石になる人なんて相当珍しいもんね。あんな呪文があるのに直す方法ないな。参ったな。参ったよね。どうせ固まるんなら、もっとかっこいいポーズで固まればよかったのにね。なんで？石像みたいに玄関に飾りたいじゃん。石像扱いやめねえ。とにかく、直す方法考えないとな。直す方法ね。どうしたらいいんだろうな。あ、おいら、いいこと考えたよ。いいことって何？高いとこから落としたらいいんだよ。え、私、落とされちゃうの？そんなことしてどうなるのよ。まーちゃんは石になったみたいだけど、喋れるみたいだから、きっと外側が固まってるんだよ。なるほど、中では動けてるっていうことか。そうそう、だから外側の石を割ったらいいんじゃないかな。それなら人間発射装置を作って天高く打ち上げてみるのはどうかな。それいいね。重たくて高いところまで持って上がるのしんどいもんね。でもまーちゃんって感覚あるのかな。こちょこちょこちょ、カシ君、何やってるのだ？感覚はゼロみたいだね。それなら、思いっきり高く打ち上げても大丈夫そうだな。よし、それじゃあやってみようよ。二人とも、お願いね。確かチェスタに、いろいろ入ってたような気がするよね。だね、これだけあれば、発射装置も作れそうだ。よし、それじゃあバナ君、早速作ってみてよ。よし、任しといて。場所はそうだな、ちょっと広めのところがいいけど、オイラたちの庭で大丈夫そうだよね。だね、この庭は特別広いからな。よし、じゃあこの辺に作っていくよ。お願いします。まずはディスペンサーをセットしていき、サイズ感的にはこれぐらいでいいかな。それだけあれば高く飛びそうだよ。中に TNT を入れていき、真ん中にハーフブロック、そして水を汲んでくるよ。中にバシャーっと巻いていくよ。いい感じだね。そしたら次はレッドストーン回路を敷いていくよ。あとは最後にここにボタンをはぬ。よし、これで完璧だね。それでは早速バナ君、まーちゃんを連れてきてよ。よし、任しといて。あ、またあの重たいまーちゃん持つのちょっと嫌だな。重たいね。ほんと重たいよ。わー、ついに完成したんだね。よいしょ。どっこいっしょ。よし、これで試してみるよ。お疲れ様、バナ君。なんだかドキドキしちゃうね。それでは発射準備にかかります。お願いします。3、2、1、ポッピン。骨とか折れないかな。ドキドキするね。わー、天高く上がりました。めちゃくちゃ怖いな。うわー、地面が陥没したね。落ちてきた衝撃で粉々になったんだよ。一体マーちゃんはどうなったの？
めちゃくちゃひび割れてますよ。こいつは大変だぞ。それ大丈夫なの？でもこの感じならもう一回やったらいけるんじゃない？誰、外壁が崩れかけてるぞ。いやなんかそれちょっと怖いから他の方法試してほしいんですけど。本当わがままだね、まーちゃんは。それならとにかく一度まーちゃんを戻してここ直さないと。そうだね、とりあえずまーちゃんはこっから出すよ。よいしょ。重たいね、相変わらず。プリンセスのことを重たい重たいって失礼なのだ。いやもうこんなにしちゃって、とりあえず戻していくよ。ブロックも集めといてよかったね。全然ブロック足りませんよ。一体これどうするの？これは私が元の姿に戻ったら直すの手伝うから。ってどこに置いて喋ってんの？話すときはちゃんと人の目見なさい。ほんとそれだよね。本当に死になるっていうのは不便だね。でも物理的な方法はまーちゃんが嫌がってるから、何か別のアプローチを考えないとな。別のアプローチって例えば？温めてみるとか冷やしてみるとか。冷やしてもあんまり意味なさそうだけど、温めてみるのは結構いいかもね。石焼きステーキとかあるもんね。誰がラム肉やい。火で直接温めるのはちょっと気が引けるから、あそこの五右衛門風呂に入れてみる？だね。よいしょ。じゃあ早速五右衛門風呂に持っていくよ。結構距離あるけど大丈夫？もうおひゃ、腕パンパン。腰砕けてない？腰は大丈夫そうだけどね。ああ、さっきからバナオくんは重たい重たいってほんと失礼な男なのだ。レディじゃなくて石に対して言ってるからね。いいんじゃないの？それはそうかもしれないな。よいしょっと。やっとここまで持ってこれたよ。ああ、暑さはわからないけどなんだかいい気分なのだ。ゴエモン風呂もグツグツ煮立ってるみたいだし、もうちょっと火力を強めたりして温めていくよ。よし、でもこれでいい感じだぞ。まーちゃん、湯加減はどう？なんだかよくわからないのだ。本当に何も感じないし。あれ、おかしいな。本当に？こんなに温めてるんだから絶対暑さぐらい感じるでしょ。それじゃあちょっと触ってみるよ。あっちー。大丈夫？バナオ君。腕が火傷しちゃったよ。おーおお、大火傷じゃねえか。これじゃまるでウィンナーじゃん。ちょっとかっこいい。大丈夫なの、ウィンナー君？見てわかる通り全然大丈夫じゃないよね。どう、まーちゃんのは効果なかったみたいだし、とりあえず火でも消して別の方法を考える？ダメ、これ以上怪我人が増えても大変なのだ。よし、火も消して熱を冷ましておくよ。まーちゃんも熱くて持ってないか。一旦はそこに放置ね。また後で。わかった。なんかちょっと寂しいけどお大事にね、ウィンナー君。誰がウィンナーやねん。そうだよ、タコさんウィンナーだよ。ふむふむ、なるほどな。一体何がなるほどだ。あれからプールに入れられたり、雷を落とされたり、ピストンで挟まれたり、金床を落とされたり、しまいにはチェストにまで入れられて、いろいろ試したけど何もなかったのに、ハッシーくんはのんきなのだ。それがいい方法を見つけたんだよ。え？検索結果ゼロ件だったのにいい方法があったの？そうだよ、一体どうするのだ？とりあえず洞窟を探しに行かないといけないんだ。これならきっとまーちゃんを助けることができるかもしれない。なんでさっきはなかったのに急に見つかったの？日本語じゃなくて日本語以外の言語で探したら見つかったんだよ。日本語以外もできるなんてすごいね。ま、僕バイリンガルだからな。なるほど。どっかの国の国旗みたいな色してるもんね。確かに、こりゃフランスに近いね。そう、僕はフランスのブルジョワ。って誰が貴族やね。違うか。まあでもそんなことより洞窟に行って直せるんだったら早く洞窟に行ってみようよ。だね、でも危険かもしれないからしっかりと装備を整えていこう。うちに装備なんてあったかな。って玄関にあるじゃん。よし、それじゃ準備を整えていくよ。防具はこれで、剣と盾。それじゃ早速着ていこうよ。これで準備は完璧だね。あれ、でも何か忘れてるような。確かにね、何だったかな。おーい、ここげ、あの重たい大荷物を忘れてたよ。早く来てよ、オムライスみたいな子。
ほんと動かないのに口だけは達者だね。よし、それじゃあ早速このわがままストーンを抱えて洞窟まで行くよ。お願いします。こういう時はあれだよな。うんうん、あれだよね。ゴーゴー。ちょっと待って。何、そんな元気ないよ。失礼だよ。え、あれコウモリじゃない？間違いない、あの洞窟にあれがあるはずなんだ。よし、それで追っかけてみるよ。ってゾンビがいるじゃん。よし、もう大丈夫。あ、大丈夫。まーちゃん、えぐいことになってるぞ。よし、敵を倒しながら奥へ進んでいくよ。あのコウモリを追っていくんだ。よし、コウモリが素早い動きしてるね。それにモブがいっぱいいて邪魔だよ。協力してまーちゃんを守りながら進もう。オッケー。よし、いいサイズ、いい調子。たくさんコウモリがいる。間違いなくここにはアリがあるはず。うわーって気になるな。クモモリできたじゃん。洞窟でもだよ。どうして？待って、倒してって。他人任せな。どうだ先生。あ、ケルトンプにいるよ。盾で防ぎながら。あ、盾を持ってないのか。バランスを持てないね。そう、カシャカ、ちょっと待ってよ。カシャカ、早くこっち来てよ。バラー君、盾持ってないからめちゃくちゃ狙われてるよ。よし、僕が防ぐ。バラ君、攻撃お願いします。よし、任せて。よし、いいぞ。ナイス。頑張れバラ君。マーちゃんを守って。いいよ。行け。よし、ハヌー。すごい揺れちゃうね。よし、倒したよ。ナイスです。こんなことに、こんな奥地まで来て一体何が目的だったの？行き止まりみたいだけど。何言ってんの二人とも。あそこを見てよ。なんだか汚い水があるね。これは何なのだ？これこれ、この池だよ、僕が探していたのは。え、この池でどうするの？ここにまーちゃんを入れてみてよ。あ、分かったよ。本当？入れてみるね。お願いします。あの、これで本当に石化が溶けるの？まあいいから見ててよ。なんだか怪しいな。様子はどう、まーちゃん？今のところ変化はないけど。わあ、元に戻ったね。え、嘘、本当だ。体が自由に動くのだ。これでやっとわがままな石とはおさらばだね。まあまあまあ、奥にはたくさん文句言っちゃったけど感謝もしてるのだ。でも、なんだかまーちゃん臭くない？え、そうだね、これはコウモリの糞でできた硝酸っていう液体だからね。石を溶かす力があるんだよ。なるほど、それで治ったのはいいけど、なんだかバッチリね。ゆとりにかすことです。うん、置いて帰ろうか。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムもある。